とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラランジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントをいただきました。ありがとうございます。ホークブランドのベタ足ビルド、やってみてくださいということです。ありがとうございます。アーティファクトは、瞬足のブーツ、ドラ、キノコ、この3つらしいんですよね。装備してみました。プラスで、防具はウィザーのアーマー。弓はもちろんハープクロスボウ。まあ、ベタ足だったらこれで決まりですよね。では、早速、行ってみましょう。それでは行きまーす。デイリークエストですね。所持品は、普通の矢のみ。で、モブ速度が 30% 増加して、ベビーゾンビに置き換わる、デイリー3です。難易度はなかなか高いと思うんだけども、まあ、大丈夫でしょう。いきなりちょっと待って、いきなりかい。あ、でも、うん、いや、さすがだわ。うん、普通のやつのみになってるので、すごくいい。し、ブーツいいね。うん、あ、やっぱブーツは素晴らしいわ。すごく動きやすい。まあ、羽でぴょんぴょんするのもいいんだけども、このブーツで行くっていうのもいいね。動きがものすごく速い。で、このハープクロスボウはデバフですね。デバフ弓。キョムと弱体化が入ってますので、敵がものすごく弱くなります。で、プラスで、ドラまでつけてるので、まあ、そうやられることは、いや、あるか、あるか。うん。まあ、今回、変更の、影響は受けないので、大丈夫とは思うけども、どうだろうね。トゲには若干弱いのかな。よっしゃ。では、上から行ってみますか。うん、洞窟には入んないけども、上のキャプテンは倒していきます。確か、いるんじゃないかな、キャプテン。この上は結構一体いやすいので。いや、いないか。いや、いませんでした。エンダーマンしかいなかった。ちょっと残念。洞窟の中には、いるでしょう。3体はいるかな。ちょっと待って。帯電持ってない、あいつ。あ、帯電持ってる。危ね。ちょっと待って。嫌な敵がいるな。まず倒しときたいな。おい、ちょっと待って。重力まで帯電重力やめろ。めちゃくちゃ嫌な組み合わせ。よし、 OK。 この先にいるんでしょ。でトゲ もいるんかい。やめろトゲ。よし、ちょっと待って、えぐいな、えぐ。 OKOKOK。 おいおいおい、すっげえすっげえすげえ。ああ、まあここは変更だけだけど、やば。でも全然余裕。デスバーターもまだ使ってない。おーいっておい、えらいこっちゃ。いや、1体だわ。うん、1体しかいない。ちょっと少なめだな。もうちょっといてくれてもいいんだけども。はい、まずは神秘なんだ。モブ速度、全然余裕だね。一体だけ。ちょっと待って、キャプテン一体しかいなかったぞ。これはしょぼい。せめて3体ぐらいはいてほしかったんだけどな。いや、これはしょぼいって。まあまあまあ、最後の方にね、何体かいると思うんだけども、いやいや、序盤から出てきてくんないとちょっと物足りないな。オッケー。やっぱこの普通の矢筒がついてるだけでむちゃくちゃ強いもんね。とんでもない強さよ。うん、これにあのウィザーがついてるんで、 HP の回復量が全然違うんだよね。ぐいぐらい回復するんだよ。うん、いやいやいや、これは楽勝だ。デイリー3だとしてもこれだったら。うん、ああ、なんか来た。でレッドストーンゴーレムかい。いや、さすがの HP ね。
うん、さすがの HP ですよ。でも余裕か。ちょっともうちょっといないんか。まだ先か。あ、いるね。多分ここの右側あたりにいるんじゃない。おし、いっぱい来た、いっぱい来た、いっぱい来た。ちょっと待て、いた。 OK、 いった、いった、いった。ちょっと待って、敵が撃ってほしい。どこだ。あ、お前か。よし、あはははは、すっげー飛んでいく。よし、何がいるかい。どっちだろう。よし、すごいな、すごいな、すごいな。でも余裕。どうだ、脅威か。お、先にまだいるぞ。お、いいね。よし、やばいやばいやばい、すっげえすげえ。ちょっと待って、まず周りから倒さんとこれ無理だわ。おい、すっげえすごい。でもここで終わり、もしや。なんだ、ナイトモード。今さら出てもな、今さら出てもそんなに怖くない。いないね、こっち側は。いや、ダメだ、もういないわ。うん、多分もうここでクリアでしょ、おそらく。おーい、すげえすげえすげえ、危ねえ危ねえ、めちゃくちゃ減った。あー、いやー、こんなもんか。もうちょっとね、こうえぐい感じになってきてもよかったんだけども、うん、まあ楽勝でしたね。うん、よし、まあ、とりあえずここをある程度片付けてクリアしましょう。はい、クリーパーの森の脅威1、そして神秘が2でしたね。クリアです。はい、ということで戻ってきました。今日はコメントありがとうございます。ホークブランドのベタ足、まあ無難に強いですね。うん、でしかもこのブーツがあるっていうことで移動も楽なので、うん、ストレスなくクリアすることができました。もう少しね、強い敵の変更点があればよかったんだけども、ちょっとそれは残念ですね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。